普段はあんまり親から出ない感じの暮らし方をしていまして、お山で、子供たちと山でお弁当を食べたり、山歩きをしたり、沢を登ってみたりとか、自然保育って言ったらピンとくるかもしれません。そういう活動をしています。そんな中で子供たちと接する中で、そうですね、いくつか歌が生まれましたので、そうね、子供って言ったら3歳とか4歳とかなんですね。まだまだ人生始まったばっかりと思わせる、側の世界のことのがまだまだいっぱい知ってて、人間界のことをこれから学ぶんだなっていうことをすごく教わってます。でも何を始めるにも遅すぎることなんてないんですよね。全ては一日毎日は新しくて、全ては始まったばかり、そんな気持ちで作った曲、始まり始まり。Yeah.
お互いに拍手を血の関係で言いましょうね。